大都市東京の街トップリーダーとしてですねどのようにこれから東京をさらに進めて大都市を作っていかれようとしているかそのあたりのお話をお伺いできれば。あのまあ、基本的に東京で生活できてよかったなとそれから仕事ができていいなと、はい、それからまあ例えば。 年取って老後も東京で過っと前よかのぶとおぎゃと生まれて東京で教育を受けてよかったな、まあ、そういうふうにしないといけないんでそうするとあの、まあ、オリンピックで比べますと51年前の64年の時これはもう戦争に負けた後の日本が高度経済成長をスタートするきっかけになりましたって今回は少しベクトルが違うんじゃないかなと。非常にあの 落ち着いいたたたににしししと成熟たいとだからただ走って先を争うんじゃなくてゆっくり歩きながらウィンドショッピングしたりおいしいものを食べたりってこういう人生の楽しみみたいなものを十分味わえるそういう街にしたいということはあのいろんな要素があるわけで基本は経済良くならないとダメです。でこれでトミを生み出すそののためのビジネススチャンスが 世界中の人にとって、生まれるような街にしていきたいと。うん、特に、あの、東京は、メガシティでありながら、公共交通が非常に発達しているということで。はいはい、これは、あの、世界が、大変、あの、関心を持って、あの、見て、もらっていると思うポイントなんですが。はいはい、そ,そのあたりに関してはいかがですか。それは、あの。例えば、品川地区、それから。晴海豊洲という、まあ、ウォーターフロントに近いところ。これは、あの。人口の急増、それからビジネスアグロメイトの、この。 急速な伸びというようなことでですね例えばそういうところに必要だろうということで地下鉄2本いずれ引こうというような案をこの前出したところなんですだから公共交通の,その便利さしかもその時間が正確であるということもありますとともにですねしかしやっぱりマイカーで動きたいということもありますのでそういう意味であの今一番 あの諸外国に向かって宣伝してるのはおそらく東京が世界の大都会の中で初めて人類初めて交通渋滞の街を作るだろうということで中央環状線が3月にできましたから新宿羽田間が40分が19分になったというようなことができるわけですで。道道外貫道とこう作っていってていい年までに95ぐらい完成すれば 東京に入ってくる車の数が半分に減るというのはほとんど渋滞がない、と空気も良くなりますし渋滞ない町に住んでいるということは渋滞のために失われている時間がセーブできるのでそれだけ人生楽しめる今、アジアの都市は本当に高速渋滞で悩んでいる都市大都市が多いと思いますそういう意味では東京が一つのモデルになっていくということを目指していらっしゃいうとこもやってて これは特にオリンピック・パラリンピックを前にして、まあ、力を入れて飛ばすもそういうふうに変えていきます。うんえー、ということは空気を汚さない車を使ってしかもこれがです、ね、新しいイノベーションになっていますから、はい、日本の経済力を上げることにつながるとともに、はい、その蓄電池を積んでいますので、はい、いざ何か起こった地震で停電になりましたとそうすると車1台分の蓄電池があればうち1軒ぐらいの充電ができるので、はい、飛ばす1つで えー、小学校一つ、えー、でそういう形で。 危機管理というかその防災対策としても役立つというふうに思ってますう先ほどのお話ございましたけど、はい、その今、アジアの中でも特に都市の競争ということが言われていて、はいま、東京がどのようにその、ま、人々あるいはその、ま、あの資金を引きつけるような都市に変貌していくかというあたりはいかがですか今大きな2つのセンターを作ろうと一つは国際金融センター。で 日本経済が非常に、まあ、2020さらにその後を目指して東京はぐんぐん伸びていってますから、えー、ここはビジネスチャンスのあるところなんです、えー、でウォール・ストリートとロンドンのザ・シティにと、まあ、カブト帳になるのかそのあたりに作って、えーえー、その3極で世界の金融マーケットをコントロールできるようにしたいと、えー、それからもう一つはライフサイエンス、えー、お薬とか医療とか。 これ非常に日本が発達してるんだけれどもそういうその世界中のメッカになりうるようなところがシンガポールなんかに捉えちゃってるんでそれをまあよく私はだから「バック・ツー・東京」っていうことで東京に取り戻そうと。<music>